お前には世話になった。おかげで白眼の資格もその有効範囲も大いに修行させてもらった。赤丸、あん時はすまなかったな。俺が弱えばっかりにお前を入院までさせちまって。ああ、分かってる。見せつけてやろうぜ、成長した俺たちの力を。お前ら生きてる人間舐めすぎなんだよ。確かにお前らは不死の体とかもらって生きてた時より強くなってるのかもしれん。だけど俺たちはもっとすげえ奴と戦い続けてきたんだ。未来ってでっけえライバルだな。過去の亡霊のあんたたちに花から勝ち目なんてねえんだよ。終わりだ。影の命術。受験のチャクラを塊で投げつけたのか。こんな術を習得していたとは。超ガローガー。バカな。